島の西側に位置する和歌山県。本州最南端に位置し、温暖な気候に恵まれた和歌山県は、古くから木の国と謳われたほど山林が多く、今も美しい自然が多く残っています。今日はそんな和歌山県で育まれた郷土料理、めはり寿司をご紹介します。皆さんこんにち は。私はジョージ・ゴトーと言います。和歌山県出身でございます。私は後藤晴美です。和歌山県出身でございます。今日は和歌山郷土料理のめはり寿司を作らせていただきます。それではよろしくお願いいたします。材料はこちらです。ただいまより酢の合わせ方をいたします。まず最初に塩とそして味の素をここに入れます。そして次にお砂糖を入れます。そして酢を入れて、これを根気よく丁寧に混ぜていただきます。はい、よく混ぜます。お砂糖が溶けるように混ぜます。酢飯を作ります。少しかけて、そして、混ぜていきますね。また少しかけます。いっぺんに全部かけないんです。ちょっとその時の調子を見て、そして混ぜていきます。魚の説明をさせていただきます。この魚は里醤油で二晩漬けたものです。これはそれで、葉っぱの方はおにぎりの方に使わないので、の使いますので、茎の方は取って置いときまして、これはここはおにぎりの方に使いますのでね、葉っぱの方を切ってセーブしときます。こういうふうに。和歌山県の人口はおよそ100万人。県庁所在地は和歌山市です。紀伊半島の南部の大半を占める紀伊山地は、仏教や神道の総本山を有し、2004年に紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されました。北部に位置する高野山は、平安時代に空海が修行の場とした日本仏教の聖地で、総本山の金剛峯寺には年間120万人もの参拝者が訪れます。一方、熊野三山と各寺院に続く熊野古道は、日本全国におよそ3000社ある熊野神社の総本山で、古くから神々が鎮まる特別な地域と考えられており、現在でも多くの観光客が訪れています。南紀白浜温泉は日本三古湯の一つに数えられる歴史ある温泉郷です。日照時間が長く温暖な気候に恵まれた和歌山県は、みかんをはじめとする果物の栽培が盛んです。和歌山県の田原村という村で13年間過ごして、終戦後アメリカに帰ってきました。そうね、これは神明祭言うて扇の舞を舞っておるんです。昔は5日ぐらい獅子舞を舞しておりましたが、今は3日ぐらいで5つぐらいの舞を舞って、そして祭りを皆が楽しんでおるんですが、祭りの名前は年猫の宮ということであります。今からお寿司
の巻き方をね、紹介させていただきます。まずご飯を形に入れまして、それは別に形に入れなくてもいいの？でもいいんですよ、家庭で、個人でね、いただくときはもう形入れなくても、大きさもね、いろいろ違った大きさでも結構なんですけどね。そしてこれを魚の葉っぱに巻きます。これは味付け してる葉っぱなんです。こうします。かっこはいいね。かっこいいですね、うん、お父さんやってみます？お父さんでやるの、うん、やってみましょう。やってちょうだい、はい、それでは、はい、分からなかったら教えてあげます。はい、やっぱりこれもね、裏と表があるんですよ。あ、そう、うん、あれ、これでいいの？これは、こっちが表。あ、ね、わかるでしょ。あ、そっか。このくらいにして、みんなここ切らないといかんね。これは大きいから、あ、ちょっとまっすぐ切って、はい、そしてこれを外して、これを先こうやって、もう上手じゃないですか。ああ、また一人。おかしいね。上手。いいね。うん、よかった。ここを置きましょう。和歌山県にゆかりのある人々によって、1911年に発足されたのが南下和歌山県人会です。新年会やピクニックなど各種年間イベントを通し、会員同士の親睦を深めています。今年は創立100周年の記念の年で、13日には記念式典が行われました。めはり寿司は南紀熊野地方の山仕事や農作業で食べる弁当として始まったと伝えられています。現在でも多忙な仕事の合間に簡単に食事を済ますため、目を見張るほどの大きさだったと言われ、目を張るように口を開ける、目を見張るほど美味しいという言葉に由来しています。もう昔は芝刈りに行ったりするでしょう。私も母について行ったことありますよ、山にね。そして稲刈りとか芋掘りとかね。そして海に行ったりとかね。そういう時には母行ったりとかね、そういう時には母が作ってくださるの。それが大きいめはり寿司ですよね。もう本当に美味しい味が忘れられないです。この写真はね、主人がリタイアしてからね、屋敷がありますので、高菜をほかほかにも野菜作ってくださる中に高菜もよくできるんですね。年に1回、ロスベガスツアーいうのがあるんですね。その時に私は一度皆さんにサービスのと思って作っていったんですよ。そしたら皆さんがおいしいおいしい言ってくださるのね。それで次の年もやめられないでまた作っていきましたのね。そしたら今年で11年になります。皆さんの喜びが、まあ、自分の喜びになって帰ってくるんですからね。だから本当にありがたいと思ってますね。最後に材料はこちらです。今日は和歌山の郷土料理めはり寿司を紹介させていただきました。皆さん、おいしいめはり寿司を家庭で作って召し上がってください。ありがとうございます。和歌山県のめはり寿司、そこには明るくおおらかな和歌山県民の心がありました。